じゃあこんにちは。さあ、豊さん、我らが見守ってきた大谷翔平選手、ね、シーズン終了したな。終了しましたね。最後1番打ったよね。はい、打ちました。なあ、俺なんでさ、最初から1番打たさねえのかなと思ったよ。そうですよね、ずいぶん前から。それだ、まあ、最終戦で1番って1番打順が回ってくるところに置いてよみたいな。最後に置いてもしょうがないじゃんっていう話になって、なんでそうなのかなって。3番に置いたこともあるけどさ、はい、いやいや、3番に置くんだったらもうシーズンずっと4番に置いとけよみたいな。そうですよね。なんかちょっとね、まあ、でも最後の試合でね、あの1打席目で、うん、まあ、ホームランを打って結局ね、まあ、2本差で、まあ、そうだな。俺はなんか両方取るっていう風に10勝もする、はい、ね、ホームラン もう並ぶって言ってたけど、はい、やっぱ敬遠されるよね。いや、これ敬遠される数がね、他のホームラン取った選手と比べても、まあメジャーの中で最多でしょ、はい、敬遠の数が。そう、はい、まあ、それだけやっぱ怖いっていうことだよね。怖いプラス他がいない、大谷しか打線がですよね。まあトラウトっていうさ、はい、スーパースターが、うん、まあ、ずっと離脱してたんだよね、はい。仮に大谷の後ろをトラウトに任せてたとしたら、はい、おそらくホームランを取れたりんじゃないかなっていうような、ちょっと10勝もしてるような気はするよ ね、 そうですね。トラウトが1人いたら。そうですよね。打ってくれない、はい、敬遠される。で、こう中継ぎが後で打たれるとか、まあそうだよな、なんかありましたよね。いや、だからそのホームランを取れなかったこと、そして2桁にいかなかったっていうのはやっぱりね、悔しいって思いもね。まあでもさ、考えようによっちゃね、はい、今年全部達成して、はい、来年のモチベーションというのが、うん、まあ、課題を残して、うん、一つ夢をつかみ損ねて、うん、まあ、来季に迎えるっていうのは力になるんじゃないかなと思って。本人のですね、うん、プラスまたこれチーム球団にも、うん、いろんなこう放映権だったりとか、また注目もされるので。いやいや、もうメジャー一のスーパースターだよ。ですよね。で、これコロナ明けて海外の渡航が来年、例えばそうそう OK とか条件付きになると、やっぱり日本のファンもこうエンゼルス大谷選手応援とか、まあ行くよね、になりますもんね。まあ高橋入れてるけどねまあまあ、そのぐらいはそうですけど。いや、だけどさ、数字見るとすごいよこれ、はい、もう金のつけようがありませんみたいな。いや、お金はいくら払えばもう白紙の小切手こう出してね、好きなだけかけて、ぐらいの選手だよ。今回大谷選手、数々の史上初っていうのを打ち立てているんですよ、うん。まあ、例えばなんですけれども、打者として10本塁打、投手として100奪三振を同一シーズンに記録したのは史上初。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですね、投手と打者から。もう史上初だらけだよ。そうなんです。これね、ピッチャーやってなかったらね、40盗塁以上はできるよ。ああ、もっといってるってことですよね。20盗塁と投手として10登板を同一シーズンに記録したのは史上初。そうなりますよね。そうだ。23の先発のうち、20試合で打席に、まあ、DH 制の試合で自身の登板間に3回以上打席に立った投手は史上初。救援に投手と野手両方の部門で選出されたのは史上初。本塁打王に立っている間に複数回先発登板した投手は1919年のベーブ・ルース以来。その他にもいっぱいあります。もうね、だから MVP は誰なんだっていう、大谷選手しかいないよな、はい、と俺は思うんだけどね。ネットで その誰を選ぶみたいなのも圧倒的にもう大谷、ね、はい、メジャーリーグの方でも大谷選手っていう風になってるみたいなんですけど、うん、俺大谷がやっぱりすごいっていうのはさ、二刀流でこれだけの成績を残すこともすごいと思うけども、うん、まあ、常々言ってる野球の楽しさで、野球の本来の姿、はい、まあ、打って走って投げる、まあ、ピッチャーだったらゆっくり走るとか、うん、そんなんじゃなくて、ピッチャーだったら三振していいよみたいな、いや、そうじゃなくて、すべてに対して一生懸命だったという、うん、野球本来の姿を見直させてくれたということと、はい、大谷の野球を見てて、苦しそうだなとか、楽しくないなとか、はい、思わないでしょ、誰も。はい、
で子供たちが大谷に憧れるっていうのはすごくわかるしね、うん、でやっぱ大谷を目指そうっていう子が増えると思うんだよ。そうなってくると大谷の影響力を持ったことっていうのは素晴らしいことだと思うんだよね。そうですね、ここに残されてる数字以上のものを何かすごく残してくれてるなっていう、うん、そうそうそう、ありますね。だからもうその日本の子供たちも、はい、まあ、例えばアメリカの子供たちもメジャーリーグの誰になりたいかって言ったら、はい、圧倒すると思うよ大谷翔平って。いや、そうです、ヒーローですよね。ヒーローだよ、スーパーヒーロー、うん、だから野球の楽しさをもう一度こう見せてくれた、はい、選手だと思ってるから、数字以上のプラスアルファっていうのはあるよね。だからすごいと思うよ。そうですよね。でこれ、まあね、まだ契約がもちろん残っているので、来年エンゼルスで勝って大谷選手いて、これトラウト選手は戻ってくるとなると、うん、そうするとでも、はい、ピッチャーが弱いんだよね。いや、もうそうなんですよそうなんですよね。ただそうなるとさっき豊さんおっしゃってたように、トラウト選手の前に大谷選手を置けば来年こそさらに今年よりもホームランの数いけるというか、まあいけるとは思うけど、はい、普通に考えるとね、はい、でもマークも厳しくなるよね、はい、マークはしてたんだと思うけど、ただ後半からマークが厳しくなって、で後半ホームランの数が激減したでしょ、はい、だからそれを考えるともう一つ上行くにはやっぱ相当なこう考え方を持っていかないとそう簡単ではないよね。そうですよね、うん、敵もいることだから、はい、そして今度ピッチャーとしてのこの大谷選手、ピッチャーまだ成長するね。あ、まだまだ、あ、成長する、成長、成長の過程にあるよね。勝てるピッチャーってどういうものなのかっていうのが、はい、すごくなんか後半、うん、勝ち星積み上げられなかったけども打線の援護がなくてね、はい、だけどやっぱこうギアの入れ方だとかそのコントロール、うん、相手を見て投げるとかそういうものがすごく成長したような、うん、そんな感じがするよね。となると、まあ、まあ打線とかそういういろんな兼ね合いもありますけれども、大谷選手2桁来シーズンは勝利、まあどういう扱いになるかわからないけども、はい、普通にいけば受賞するよ、はい、ということはベーブ・ルースのその記録に並ぶという。いや、でも待って、大谷、ちょっと森内さん。いや、まあ、それもちろんね、はい、それはまあ、こう目の上の単行みたいに言われるけどさ、はい、ベーブ・ルースの記録はさ、もう抜いてないか、この数字で。まあ、まあ、そうですね、完全に俺、ベーブ・ルースよりは抜いてると思うよ。まあ、そうですね。ただやっぱりさ、うん、なんていうのかな。やっぱベーブ・ルースってやっぱメジャーの野球を変えていった人、はい、初代のヒーローみたいな、うん、そんな感じの人だよね、はい、だからそれはもう神として祀っててもいいけど、うん、大谷はまた宗派が違う神だよね、はい、あ、また違うっていうことですよね、そこはね。と思うよ。確かにこの数々の数字見て史上初っていうのがこれだけ多いっていうことはそういうことですよね。いやいや、そこまであれだけ歴史があって、うん、初めての記録をいくつも作れる選手なんていないよ。だからもうイチローと松井のハイブリッドだよね。最強ですねいやいや本当にみんな大したものが大谷になるという。そうですよね、うん、そのピッチャーのすごい投手、バッターのすごい選手を合体しちゃったみたいな。で攻撃ではパワーの松井、はい、ね、あの小技のイチローって、いろいろもう足のイチローとか、ね、全部入ってるんだから大谷の中に。すごいと思わない？すごいですよ、ね、はあ、一応その2年契約というかエンゼルスも好きだしファンも好きだ、ただやっぱり9月ヒリヒリした試合点送りたいと言ってたので、ね、チームがでもさ、うん、エンゼルスのユニフォームが似合っちゃってるんだよね。赤が、赤似合わないあいつ。いや似合います、似合います、似合うよね、はい、今日こうヤンキースとかどうですか、あんまりですか、赤が似合っちゃって。いや、かっこいいと思うよかっこいいと思う、それだけでも、はい、なんかどこのなんかユニフォームも似合っちゃうのかなとか、うん、そもそも日本ハムだったんですもんね。そうだね、まあどこでも大丈夫ですそんなことはないけどさ、はい、まあでもやっぱり一勝の価値、一方のホームランの価値、はい、それを上げるためにはさ、やっぱりチームの成績っていうのはね、うん、まあ必要だと思うし、はい、まあ必要不可欠な部分だよね、勝つっていうのはね。そうですね。で最終戦戦ってたのがマリナーズでしょ、はい、でそれがワイルドカードをさ
必死にこう取りに行ってて、はい、必死な姿、それとファンと一体になって戦ってる姿を見るとさ、はい、やっぱり弱いチームって寂しいよね、うん、そういう意味ではね。そうですよね、うん、緊張感にしても。やっぱ大谷ってああいう柔和な顔をしてるけど、やっぱり人一倍負けず嫌いだと思うしね、はい、だからそういう意味ではやっぱ強いチーム、勝てるチーム、うん、でもエンゼルスもやっぱ補強したりだとか、はい、して大谷を出さないためにはやっぱ勝てるチームをやっぱこう確立していかないとさ、はい、まあ出てっちゃうよね。そうですよね、確かに。そしてね、今シーズンは大谷予想おじさんとしても数々の、ね、予想も当てられてやってたんですけども、ちょっとねシーズンが終わってしまったので一旦大谷おじさんも封印になるんですか。いや、わかんない、結婚誰とするかとか。ああ、なるほどね。今それもまた、なんか結婚もなんかしなさそうだよね。なんかまだしないでしょうね。まだもう野球に没頭したいみたいな、ね、まあ結婚したからって没頭できないわけではないけど、はい、なんかこう野球に集中していたいというかね、うんうんうん、なんかそんな感じは。まあでも大谷も男だからね。いや、そうですよね。いや、それはそうです。もう自由ですもんね、恋愛にしても結婚にしても。で、結婚してまたさらにね、もしかしたら行くかもしれないし、もう結婚の話してますけど、まず相手がいるのかどうかもまず分からないことなんですもんね。相手は大変だろうな、大谷を支えるって、はい、まあでも優しそうだもんね、まあ、なんか守ってくれそうですしね、いろんなことから。いや、ただね、本当に今シーズン私たちも途中からですと大谷選手を追っかけながら楽しいシーズンでしたよね、そういう意味では。まあね、降りてきてたからね、神が俺の中に。まあ、それでコメントが結構ね、話題になってましたから。でも最後は引っ張り一本だったな。来年それどうなるんですかね。いや、だから、まあ、もっと広角っていうのを考えたら、はい、もっと本数伸びると思う。その右じゃなくて左にもっていうことです、ね、そうそうそう。だから最後はやっぱホームラン狙いに行ってたから、はい、強く叩きたいんだよね、うん、で強く叩くにはやっぱ引っ張りっていうさ、うん、そういうのはどうしても心理的に働くからね。そうですね、うん、だからあれだったけど、まあさらなるね、はい、飛躍を期待してますよ。そうです ね、はい、はい、まあ、ひとまず今シーズンはお疲れ様でした、はい。